っていう形でちょっと紹介させていただいたのが今回のメリット、大きな、メリットの一つである、アートボード、そして、はい、マルチプルアートボード、そして、デバイスプレビュー CC、はい、ちょっと長いですね、はいはい、っていうものになりますと、うん、なるほど、はいはい、じゃあ次に、紹介させていただくのが、はい、ちょっとこちらも含めてやっておくと、よいしょ、はい、こちらの、うん、レイヤースタイルの重ね掛けですね、はい、デザイン機能、はいはい、デザイン機能、これも、皆さんにとって大きなメリットがあると思いますので、うん、ちょっと細かい形で説明をさせていただきたいと思います、はい、じゃあ実際にですね、うん、Photoshop の方のところですね、もうアートボードはちょっとこれでいいので設定のところでやって、通常の、まあでもせっかくなんでちょっとさっきの、うん、なのでこちらをやっていきましょうか、はい、よいしょ、また、逆さ富士の写真、逆さ富士ですね、アドビストックの素材です、はいはい、のところからいきました。もちろんこういった素材というのは皆さんの手持ちのですね画像写真等々で使っていただいて結構です、うん、でごめんなさい、でここで行うのは、まあ、ちょっと分かりやすい部分のところもあるので、うん、テキストでちょっとやっていきます。はい、で今テキスト2に持ち替えて、うん、実際にですね、よいしょ、フォトっていうような形で、ちょっとここはちっちゃくした方がいいかな、全部をギューッと見せるという意味ではフォトショップまでいきましょうか、はい、っていうところでちょっと今逆さ富士にフォトショップみたいな形でやっていきましたと、うん、いいですと、はい、うん、でテキストがちょっと分かりやすいので、あえて文字でやっていきますけれども、これオブジェクトでも全然できますので、はい、でいう形でご案内していきますけれども、じゃあここで、レイヤースタイルの重ね掛けという意味では一番分かりやすいのはこちらにある、うん、レイヤースタイルですね、レイヤーパネルの下のところですね、はい、はい、まあ、こちらの方をクリックしていただいて、はい、で様々なメニューがあるんですけど、やっぱりドロップシャドウが一番分かりやすいと思いますので、はい、実際にドロップシャドウをかけていきますと、はい、でこれがレイヤースタイル、上からいくとレイヤー効果の中にベベルとエンボスですとか境界線とか様々なものがあるんですけれども、うん、今ドロップシャドウをつけました、はい、で影の位置なんかをこういうふうな形で角度とか、まあ、距離ですよね、こんな形で、調整してっていうのが皆さんやられてますけども、はいはいはい、私、気づいてない人がいつもいるので、はい、この中でちょっとしたティップスとしては、このカーソルですね、マウスの、はい、これを画面上に持っていって、うん、こんないちいちレイヤースタイルのダイブのところからやる必要はなくて、はい、このところで実際に影の位置をコントロールする方が直感的に行えますっていうのは常々このドロップシャドウの話では出ます、はい、これは新機能じゃないんですね。新機能じゃ全くないんです、はい、ただ、これ知ってました皆さん、多いんですよね。知らなかったんじゃないですか、はい、こんなところでちまちまやっていくよりはこの方が絶対直感的です、はい、うん、でこれからが新機能っていう話になるんですけれども、はいはい、さらにここで実は今プラスのボタンなんかね、さっきから気になっておりますよね。なんか境界線もたくさんありますね、はい、ちょっとこれですね、消してあるのにまだ残ってるんですけども、まあ、あえて、と言っておくと、今回の、はい、レイヤースタイルの特徴としては、はい、このプラスボタンがあるものに関しては、そのレイヤーの先ほど言った重ね掛けができるというものです。はい、なのでちょっとこちらですね、ちょっと今もう見えちゃって消しておきますけども、はいはい、やり方からいきます、うん、まず定番のドロップシャドウですね、はい、1個こうちゃんと1個作られましていますと、はい、でこちらの方のプラスボタンを押していただくと、うん、あ、2つになった、このような形で2つになりますと、はいはいはい、こちらいいですね、はい、でこれがまさに角度とかもしくはこの距離なんかを置いていくと、今ちょっとあえて遠くにやりますけども、で他の先ほど作ったものを今度逆にこう設定してこんな形でいくと分かりますかね、2つドロップシャドウがかかっているのが、そうですよね、ここと、ここですね、はいはいはい、っていう形で複数のいわゆるドロップシャドウなりレイヤー効果が加えられるっていうようになっているのが今回のこのレイヤースタイルの特徴というものになります。なるほど。なので、今ちょっとこのテキストで、分かりやすいということでやりましたけども、はい、光源が例えば、物撮りなんかをしている、はいはい、あえて光源を2つ置いていって、
はいはいはい、でそれを演出的に加えたいっていう時なんかには、後でなんていうんですね、その光源をもう一つ追加しちゃった、はいはいはい、なんていう時にこの影を加えるっていうことが容易にできます、はい、なるほど。もしくは何もなかったところに光源が、2つあって、はいはい、でそのまま写真撮られました、うん、でも急にクライアントさんから合成してくれとよくあります。あでオブジェクトを1つ追加しました、はいはい、で、ドロップシャドウなんかをかけたいっていう時には今までであれば1つドロップシャドウを作って、うん、でそれをレイヤーとして、変換をして、うん、でさらにドロップシャドウをもう一遍そのところにかけてっていうのは、うん、すごく手間がかかっていたんですけども、はいはい、そういった手間が、もうなくなったと。なるほど、ね、もう効果一発で、はいはい、で先ほど申し上げた Tips の方もちゃんとこちらですねアイコンを持ってきてこんな形で生きているのでわかります。いやと思っていってまさにフォトショップエグザイルなんかどっかで見たようなブリ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 こう回せるような、ね、はい、そういう動きが、はい、これがわかりやすいですね。複数のこんな形で、はいはい、いわゆるドロップシャドウの効果が当たっている、はい、っていうことがこれでお分かりいただけると思います。すごい。これは今ドロップシャドウでやってますが、はい、そのプラスがついている、効果に関しては全部同じように重ね掛けができると。そうですね、はい、でこれは、別にその重ね掛けっていうところだけではなくて、はい、先ほどのアートボードと同じような形でいわゆるバリエーションも組める。あこれはレイヤースタイル、皆さんもうこの番組を見ていらっしゃる方であれば、はい、もうご存知だと思うんですけども、このレイヤー効果もこういったような形で複数、はい、すごいこんな形でスマートフォンのように見えますので、はいはい、なのでじゃあ一応消しておいて、うん、じゃあこれがいいかな、もしくはこれがいいかな、とか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 、なるほど、複数がいいかな、なるほどなるほど、もしくは全部一応消しておいてとか、はい、っていうような形でバリエーションを持った形でクライアントさんに提出というか提案ができる、はい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 、で自分の中でも試行錯誤ができる、なるほど、っていうようなメリットもあります。これも重ね掛けは無限にできるんですか？ですね、確か数が限られていた10個まで、10個ですよね、うん、はいはい、はい、っていうところが、はい、もう思い出しながらやってるところもあるんですけども、はい、そんな形でできるようになってます、うん、で、ちょっと演出的な話で恐縮ですけれども、今こういうふうに行いましたが、これ、他のパターンでも行えるという例があって、うん、今、じゃあこの写真でやりましたけれども、じゃあここでですね、これも Tips っていうか、まあ、プラスアルファの方法として覚えていくと便利かもしれませんけれども、はい、例えばシェイプを使って、シェイプツールですね、でこんな形でちょっと書いておきます、はいはい、で、真ん中のところの塗りは基本的にいらないのでこんな形でちょっと削っておきます、うん、でシェイプが今ここにある枠がある、枠がある、はい、ということをちょっと認識してください、はいはい、で何をするかというと、ここでこのシェイプのところに今度は同じような形でレイヤー効果をかけていくということです、うんうん、で、ちょっと待ってくださいね、もうこれさっきもうちょっと仕込んでおいたということもあるんですけれども、はいはい、今シェイプのところについて境界線ですね、うん、このところにCC ならではというところがあるんですけれども、はい、いわゆる外側に色をつけたりとか、うん、もしくは境界線に沿った形で色をつけたりとか、はい、内側につけたりとか、はいはい、いうような設定がもうできるんですよね、はいはいはい、であればそれを複数個バリエーション組んだ形でこんな形で作っておくっていうこともできるんですよね、はいはいはい、であとは、よいしょ、この本来であればちょっとこう枠線を大きくしてよく額縁みたいな形で、はい、フォトフレーム的な、はい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 、っていう形で作るということができると思うんですが、うん、その中でそうですね、例えばこれ点々点々っていうものができますし、うんうん、ここは、皆さんのデザインセンスにもちろんお任せします。なるほどなるほど。私はデモンストレーションとしてこれやってるので、センスあるなしは置いといてください。もう遠目に見るには美しいから大丈夫ですか、はいはい、っていう形でちょっとバリエーション組んだ形でフレームっぽいようなものですね、うんうん、これを作って行えるということもできる。あ、これもいいですね、はいはいはい、うん、ただ、繰り返しですけども注意点としては、この、レイヤースタイルというのは全部が使えるものではないですと。あ、そうですね、プラスがついてないのもありますね、はい、そうなんですよ、はい、例えばベベルとエンボスなんか作れると便利かなと思うんですが、できないですし、うん、シャドウの、言っておくと境界線、
境界線シャドウの部分、そしてオーバーレイグラデーション、それからドロップシャドウっていうような限られたものになっているっていうものがあるので、これはぜひご注意ください。なるほど。はい。でこの中でうまく作っておけば、今フォトショップの方で先ほど、ドロップシャドウですね、はい、これも作ってありましたけれども、ちょっとしたこうフォトショップでこの文字のロゴ的なものを使っていらっしゃる方っていうのも非常に多いかなとは思うんですけども、はい、そのバリエーション、そしてそのデザインの完璧的なものですね、はいはい、これもこのレイヤーのスタイルの中でこう行える、調整が行えるというようになっているので、うん、このちょっと試してみると結構面白いものができるかなというふうに思っています、はいはい、僕も結構今ハマってしまっててですね、はい、今日もあのこの番組のバナーを作るのに使ったりとかですね、はい、してました、はい、ですね、これが、基本的には、レイヤースタイルの重ね掛けっていうようなことでご案内させていただきました。これビデオのお客さんとかでね、ビデオに載っけるテロップ制作、まあフォトショップ使われるケース多いと思うんですけど、はい、この機能結構使えるかと思います、はいはい、でちょっと追加して、プラスアルファのお話をしておくと、あえてフォトショップ渡辺っていうような話、フォトショップ なぜ渡辺かっていうところもあるかもしれませんけども、はい、プラスちょっとデザイン的なところで、はい、今回新しく入った機能として紹介をしておくと、ウィンドウのパネルの中ですね、これもう分かりますね、この番組を見ていらっしゃる方、イラストレーター、インデザインファンの方、いや初めて聞きますけど、そうですよね、はい、ということで、時系パネル、これも今回フォトショップについたというところがあります、はい、で今この渡辺の鍋のところを選んで、ちょっとこのフォントのセットをきちんと、はいはい、バリエーションが組んだものでないといけないので、あれ、はい、あ失礼、選択してる、選択のこちらですね、はい、出ましたっていうことをやれば、まあ、インデザインとかイラストレーターと同じような形で、はい、その渡辺の鍋ですとか、はい、二点神妙とか、はい、その複数なの、二点神まさに日本人ですね、はいという形でこのバリエーションが組めて、はい、でこんな形で、はい、正確な鍋が出ると、正確な鍋が、はい、あなたはどの鍋これは、まあまあそんな感じで、私には、はい、まあ、土地はあんまり関係ないんですけどまあそういう特殊な、はい、方、はい、特殊な方いやいや違います、それは語弊がある、はい、あの、はい、今までの鍋って俺っていつもこればっかりやってた人でも違うんだよと、はい、いうようなストレスがあった方は、今回のこのフォトショップの中にもこのですね、時系パネルが入ったことによって、まあ代替のフォントですね、はい、これは使えるというメリットも見つけ出せるということですね、はい、はい、はもう一旦ね、イラストレーター、インデザインに持っていってた作業がもうフォトショップの中でできると、はい、はい、こんな形です。すごいですね、デザイン機能の強化ですね、はい、はい、結構どれもまあ、意外と使う機能、意外とっていうと変なんですけど、どっちがですかが入ってきてると嬉しいですね、これはね。そうですね、はい、はい、でこういったところが、今回のフォトショップのメジャーアップデート、プラスアルファのところですね、もうちょっとこの時間ですね、はい、ご案内させていただいたということになります。なるほど。